瞳閉じてプレゼント、空に光るあの星を二人の。ちょっとすず、早く出てきなさい。晩ご飯の時間よ。今日はすずの好きなオムライスよ。何すねてるの？今日はいらない。お昼にたくさんラーメン食べたから。もう、いつもだったらすぐ降りてくるくせに。どうしたの？ママ、すず降りてこないの？そうなのよ。お昼ラーメンいっぱい食べたからとか言って、お腹空いてないとか嘘ついてるのよ。食いしん坊のあの子がお昼にラーメン食べたからってお腹空いてないわけないのに。ママごめんなさい、ちょっと私たち見てくるからオムライス冷めちゃうかも。原因は私たちな気がするし。何あなたたち、もしかしてすずの好きな冷蔵庫に入ってたプリン食べちゃった？そんな可愛いもんじゃないよ。そうそう、もっと複雑なもの。やれやれ、今まで三姉妹が喧嘩してるとこは見たことあるけど、こんなにすずが怒ってるの久しぶりね。もしかして俺の後にお風呂入るの嫌だったのかな。すず開けて、晩ご飯一緒に食べよう。お昼のことそんなに怒ってるの？もういいもん、お姉ちゃんたちなんて知らない。今日はお腹空いてないからもうご飯いらないって言ってるでしょ。あっち行って。そんなこと言ってるけどお腹は正直みたいね。オムライス2階に持ってくるから一緒に食べよう。しょうがないな、そこまで言うんだったら食べてあげる。はっ、それで何？なんか話でもあるの？すず、お昼のことまだ怒ってるの？当たり前じゃん。だって2人ともなんで柊先輩にそんなに下の名前で呼んでもらいたいのかわかんないもん。私は柊先輩のことが大好きだから下の名前で呼んでもらいたいのはわかるよ。じゃあなんでお姉ちゃんたち2人はわざわざ下の名前がいいの？だからそれは3人とも立花だから下の名前じゃないと特定しづらいでしょ。そうだよ。すず、わがまま言わないで。これはしょうがないの。絶対嘘。なんかおかしい。特にセリナお姉ちゃん。セリナお姉ちゃんただのクラスメイトだよ。なんで下の名前じゃないとダメなの？それはやっぱり家族に隠し事はダメね。正直に言おう。すず、私ね、ヒイラギのこと好きなの。だからそのすずと同じ人を好きになっちゃったってわけ。嘘でしょ。セリナお姉ちゃんがヒイラギ先輩のこと好き？なんでなんで、どうして？セリナお姉ちゃん機械にしか興味ないじゃん。もしかしてヒイラギ先輩のことロボットだと思ってる？そんなわけないでしょ。ちょっと失礼すぎよそれ。どうしよう、私もヒイラギ先輩のこと好きなんだけど、なんて言ったらいいんだろう。ダメだ、びっくりしすぎてなんかお腹空いてるのどっか行っちゃったよ。じゃあつまりセリナお姉ちゃんと私は恋のライバルってこと？やばいっす、私いつ言えばいいんだろう。ごめんねすず、でもすずには嘘をつきたくなかったの。わかったよ。まあヒイラギ先輩かっこいいから仕方ないよね。すず、私もちょっと話あるんだけど。ごめんね、ナズナもこんなことに巻き込んじゃって。ナズナお姉ちゃんは私の味方だよね。うわー、この雰囲気超言いづらいっす。皆さん聞いてください、私橘ナズナはズバリヒイラギ先輩のことが好きであります。嘘でしょ。待って、ってことは私たち三姉妹とも同じ人が好きってこと？まさかナズナまでヒイラギのことが好きなんて。ズズ、ごめんね、ヒイラギ先輩が悪いんだよ。私の心のバスケットゴールにシュート入れたから。何臭いセリフ言ってんのよ。もうちょっと待って、頭の整理が追いつかないよ。この日から三姉妹は恋のライバルになりました。え、マジ？すずのお姉ちゃんもヒイラギ先輩のこと好きなの？そう、まさかのカミングアウトだよ。二人とも恋愛なんかには全然興味なさそうなのに。三姉妹でヒイラギ先輩のことが好きなんて好みも似てるってことなのかな。でもすず、これってちょっとピンチなんじゃない？だってお姉ちゃん二人は普段ヒイラギ先輩と話す機会たくさんあるでしょ。二人ともこれからどんどん仕掛けるかもしれないよ。やっぱりそうだよね。どうしよう。
セリちゃんの言う通り、お姉ちゃんたちは自然にヒイラギ先輩と仲良くなれるチャンスたくさんあるもんね。ああやってたわいもない話もできるし、それに比べて私は全然お話もしたことない。このままじゃお姉ちゃんたちに勝てっこないよ。はあ、これからどうしよう。私どうやったらヒイラギ先輩にアプローチできるんだろう。とりあえずいっぱい恋愛ドラマ見て勉強しよう。ここの公園懐かしいな。私も幼稚園に通ってた頃よく来てたな。あの子たち姉妹なのかな。私もセリナお姉ちゃんとナズナお姉ちゃんとよく砂場で遊んでたな。なんかあの子普通の赤ちゃんと違う気がするけど。お姉ちゃん、なんか可愛い JK がこっち見てるよ。本当だ。へい、そこのお姉ちゃん、こっちでお茶しない？何あの二人、人生何回目？二人とも可愛いね。もしかして姉妹なのかな。うん、そうだよ。私がレイで、あっちが妹のメイ。よろしくな、姉ちゃん。そうなんだ、可愛い。お洋服もそれ、天使なんだね。お姉ちゃん、なんか悩んでるみたいだったけど、どうしたの？おじさん、相談聞くよ。うんうん、なんでもないよ。ちょっと疲れてただけ。さすがに赤ちゃん二人に相談してもな。なんだ、てっきり好きになった人が子持ちの既婚者だと思った。それな、ママが見てる昼ドラ展開と同じかと思った。この子のお母さん、ドラマのせいで悪影響になってますよ。じゃあレイちゃんとメイちゃんはもし同じ人を好きになったらどうする？何子供に相談してんだか。それはメイに謝って私のものにする。ダメ、お姉ちゃんには譲らない。だってね、好きな人がレイ以外とチューとかするの嫌だもん。それがメイだったとしても絶対嫌だ。お姉ちゃん、そんな簡単なこともわからないの？先にチューしちゃえ。驚いた、子供って本当に素直だよね。でもそうだよね、二人の言ってる通りだよ。私先にチューしちゃおう。頑張って JK のお姉ちゃん。チュッパチャップスみたいに舐めちゃえ。なんかこの二人癖強い。あれって確か立花んとこの妹よ。何やってんだ、確かすずちゃんだったっけ。ヒイラギ先輩、こんにちは。あれ、こっち家の方向じゃないよな。まさか子供たちと遊んでたのか。かわいいな。イケメンじゃん、最高。チュッパチャップスイケメン味。なんだんだこの子たちは。あんま遅くならないように気をつけろよ。そんじゃな。あの先輩、どうしよう。いざ会ったら何話したらいいか全然わかんないよ。せーの、砂バッシャー。ちょっと何するの。すずちゃん危ない。あぶねあぶね、すずちゃんこけるところだったぞ。おいすずちゃん、何してるんだ。先輩、私とチューしませんか。何言ってんだよ。ダメに決まってんだろ。やっべ、超いい匂いする。しかも小柄だなこの子。ダメだ、理性が抑えらんねえかも。ちょっとレイちゃん、メイちゃん、お母さん迎えに来てるわよ。あっぶねえ、もうちょっとでマジでしそうだった。先生、なんで今来るの。もうちょっとだったのに。メイたちのおやつ返して。おやつ、何言ってるの二人とも。じゃあ俺たちも帰るか。すずちゃん、ヒイラギ先輩、私絶対にセリナお姉ちゃんとナズナお姉ちゃんには負けませんから。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。